カジン、ありがとうございます。今日もありがとう。あーうまっ。今日ね、買い出しの時に、うん、今日も浜さんが好きそうな調味料を買ってきました。ありがとう。それはですね、じゃん、サテトムです。サテトム、これね、エビのラー油。ほうで、ベトナムの旨辛調味料で、うん、これね、病みつきになるって話題なんですよ今。なんとなんと、ね、今日はこれを、うん、今日作ったね、バインコットに乗せて、ほう、食べてみようかなと。絶対こんな感じです。レモングラスに、エビに、ニンニクに、魚醤、カキのラー油みたいな。そうだ、見た目はね。じゃあエビに。あ、俺もじゃあエビで。じゃあ、いただきます。いただきます。